あしたもあれもやりきった。いやそうですよねもう次は絶対に抑えて勝つからって言ったんですよ、そのオリンピックの会場で。でそれが本当に有言実行されてたじゃないですか、2年後に。スラムダンクみんなで持ってった、ね、あ、そうそうそう、漫画みんなで持ってったよね、持ってきました1冊ぐらい分けてね、はい、あとあれワンピースの奇跡の桜ですよ ね、あのねチョッパーのやつでしょほらマジ号泣しましたみんなで見たんだよね、回してね、そうみんなで見て、なんか感動力を最後は高めるのがいいってなったんですよね。そう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 、感動力、自分の気持ちを、そう気持ちをこう感動力を高めると、なんかチームでそれでなんか一つになるみたいな感じだったんね。そうですもう選手村で選手村で見て号泣しました。毒のやつ、あれは俺でも間違っちゃうんだよね、間違っちゃうんです、でもそれを飲むんです。そう毒だってわかるけど飲んじゃうんだよね、はい、そう全くいい人生だったって言うんです。それどうやってこう試合に魔法をつなげてるのなんか何ですか、ね、だからその感動力を高めることによってなんかそのモチベーションが上がるじゃないけど、なんかそういう話をもらってて、でみんなでスラムダンクとそれ持ってたんだよね。そうです。やりきった感満載だと思うね、はい、やってやった感すごかったですね、うん、私はもうあれもやりきった。いやそうですよそうですよ、誰よりもやりきってたのいやもうあれ以上はないって思ってましたね。でも早く点数取らなきゃってずっと思ってました。早く楽にしよう早く楽にしようって言って、オーストラリア十何回でしたっけ、最終回にホームラン打たれるんだよツーストライクから、そうマジさ足上の上越えてた、早く打ったらマジかよと思ったよ投げた方もマジかよだよあーってなりましたん、高校だったんだ、高校でしたっけ、なんかサヨナラで勝たんかったっけ、抑えたかったっけ、あ、西のサヨナラヒットで勝ったんだ、そうでしょ、高校でした、だからそう高校でなんか先に要は自分が点取られるわけじゃないですか、先に要はさ点取られちゃ取り返してくれて、点取られちゃ取り返してくれて本当に重要だよね、また点取られちゃったお願いお願いみたいな、ゼロでいったらゼロになっちゃうし、ゼロで抑えたと思ったらこっちもゼロみたいな、それこそ死闘だったよね、あれはね、いや、あれでね、本当ですね、本当ですね、神様はなんていう試練をと思うね神様や敵の後は燃え尽きましたよね、うん、でもなんかそのくらいなんかこうかけてたよね、なんか人生かけてたぐらいかけてたよね、なんかそれはなんかみんなそうだったと思う、うん、なんかそのピッチャーだからとかじゃなくて、なんかもうみんなそうだったっていうなんか雰囲気っていうか、そういう空気あったよね、ありましたね。北京の2年前に同じところで世界選手権あったんですよ、でそこその時3-1で負けたんですよね、アメリカに、そうで上さんホームラン打たれて、あ、面倒さに、そう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 、で自分オスターマンから全然打てなかった時、多分覚えてないと思うんですけど、その時お話を打てなくて本当すいませんでしたっていう話をして、で上さんも、いや打たれちゃってごめんねみたいな話をした時に、もう次は絶対に抑えて勝つからって言ったんですよ、そのオリンピックの会場で、覚えてないと思うんですけどでそれが本当に有言実行されてたじゃないですか、2年後に。でそれを急に思い出して、あの時言ってたみたいな、やっぱりこう有言実行と言いますか、もう自分で決めたことは必ずやり遂げる、すごい方だ。でもね、メンドーザがあの時はね、オリンピックの期間はね、めっちゃ調子悪かったんよ。そうですよね、超ラッキーだったんで、ね、結構メンドーザ大きかったですね、あとフランハーストね、いつもあの2人の誰だから、うん、超ラッキーだったのよ、もう確かに神様がもうこっちに流れを呼んでると思ったもんね、うん、なんか分かんないけど負ける気しなかったんですよ。そう、あの時ね、あれ何なんですかね。いや、あれはね、なんか分かんないけど勝てると思った。そう、私はあのブストスをあの申告敬遠した時に勝てると思った、なんか分かんないけど言ってましたよね、はい、なんかあのブストスのなんか表情っていうか仕草がを見てなんかふと思ったんですよ。歩かせた時の表情とかで、はい、
なんかそう、なんかそう、どれって言われると分かんないんですけど、なんかこうピンときたみたいな感覚なんですけど、一打席目見逃し三振だったんですよ。の時に、あ、今日いけるなと思ったんですよ。なんで？でしょ？なんかすごい見えたのかな、ボールが。で、なんか相手の表情とかもなんか焦りがあるように見えて、あ、今日いけるなって思ったんですよね。見逃し三振したくせにですけど、あ、今日いける。で、次の打席はホームランだったんですけど、なんですかね、あの雰囲気みたいな、なんか、なんか、ね、焦ってる感じありましたよ、うん、なんか、なんか変だな、先制したのはやっぱ大きかったよね。そうですね。なんかそれこそうちらはあのほら最後あの犬が肩車してくれたじゃん、はいはいはい、あの話を選手村でしてたぐらいですよ。優勝したら犬が私は肩車をして、うん、でも私スクワット70キロ曲げたことないとかって犬が言うんだよ。え、嘘、70キロあるけどとかって話をしてたら、ミシナさんとミネが、じゃあ私たちが そばで支えるからとか言って、そしたらさ、普通にギュッと上げたんだよ。なんか上げれるじゃんみたいな。なんか出たんでしょうね。で、あの写真が、あの写真はもう試合が始まる前の選手村からその話は出てたんですぐらい、なんかその勝つことしか考えてなかったよね。うん、そうなんですよね。その時はね、ネガティブ要素何もなかったですね。なかった。なんか広瀬さんが今までファーストとかに暴投したこと一回も見たことなかったの。なのにショートバンドを投げた瞬間にって思ったわけ、覚えてる。あの広瀬さんがみたいな。もうここで固まったらしいですよ。何かで分かんなくなった。リーさんじゃなかったら分かんなかった。本当に本当に本当に確かにあんなの初めて見ましたよね、うん、自分はそれがなんかそう見たことなかったから、その冒頭するとかイメージすらなかったのに、うん、まさかの昇番でびっくりしたのだけ覚えてる、うん、そうで、カリちゃんもライトカリのももうカバーリング行ってなかったんですよ。もうまっすぐ走ってきちゃってたから、あれ抜けてたらやばかった。やばかった、あれ絶対。しかもリエさんもファーストしてたけどショートじゃなかったら多分あの昇番絶対売れてなかったよ ね、 そうですね。なんかショートとかでさ、なんかさ、キャッチプレーの昇番とか取り慣れてるじゃん、うんうんうん、だから取れたと思いましたもん、ね、自分こんな感じでしたもんね、うん、でも私もまあまあカバーとか行かずに一直線でももう走ってたんですけど、やっぱ早くあそこ行きたいじゃないですか。外野は遠いから、ね、外野遠いから遠いから、もうなかなか映れないからバーッと走ってて感動的なシーンに映れないから東京の時もなんかわかんないけどファールゾーンだったしね。ファールゾーンからめっちゃ遠いのがそこかよって。でもちょっと中心によって中心でさ、ショートフライぐらいにしとけよみたいな、ね、しかも詰まったから浅いフライで。そうそうそう。でもあれですよね、寄ってきてくれたんですよ、ね、そうそうそう。ファールからファールからこっちに、こっちに行かなきゃ、こっちに行かなきゃ、絵的にこっちに行かなきゃみたいな。そうそう、本当に本当にだんだんこっち来てくれたんですよ。思ってました。あ、すごい、もっとこっちに来て、もっとこっちに来てって。マジせめてフェアグラウンドの中でやろうみたいな。ちょっとちょっと言ってましたね、うん、確かに確かに。自分とちょっと後ずさりしながらこうやってやってました。そうですね、実は的なこと考えてくれたんですけど、はい、あとみんな集まりやすい、そう、集まりやすいように、うん、間に合うように、真ん中に真ん中にって。さすがペペ。いや本当に。よかったらコメントをよろしくお願いします。